はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の分数式の計算4をお送りします。で、この分数式の計算、これで第4弾で、一応このタイトル、このシリーズはこれで終了になります。で、今回はまたポイントがなしで問題を2問取り上げていきます。でね、今2問載ってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらってね、ちょっと難しいなとか分かんないなってのがあれば、今からね、両方とも解いていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、もう両方ともね、もう見てわかるね、明らかにめんどくさそうなんだよね。で、今までと何が違うかっていうと、結局分数の足し算引き算なんだよ。足し算引き算なんだけど、3つあるんだよね、分数が。で、もちろん分母が全部違うと。だから通分して解きに行かなきゃいけないと。で、その3つの分数、まあ4つの時もありますけど、その時の通分する、まあコツというか、そのね、特徴を今回捉えてもらえたらと思っております。で、まず1番なんだけど、ちょっと一応イコールで書いておこうかな。イコール。で、分母をね、何に通分するか。これ、今、全部で括弧6個あるんだよ。1、2、3、4、5、6って。だから、よっしゃ、全部6個つなげたろってやってしまうと、まあ、地獄にはまるよね。そう。それはきつすぎる。なので、何をチェックするかっていうと、共通なものないかなっていうチェックをします。で、その共通なものを探すときのポイントは、全部、3つ全部になくてもいいんです。どっか2つにあればいい。で、例えばこの場合 A-B でしょ。ここにも A-B が共通であります。で、実は他もそうなってて、 B-C と B-C、 ここ共通でしょ。で、ちょっと黒見にくくて申し訳ないんですけど、 C-A と C-A と2つずつになってるんだよね。で、この場合、2つのね、分数の通分の時も言いましたけど、因数分解して共通なものがあったら2個書く必要はないんだよ。だから1個ずつ書けばいい、結局。で、だから A-B、B-C、C-A、 つまり青と赤と黒、それを1個ずつ書けばいいんです、分母に関しては。だからそれを1個ずつ書くと、問題は青で解いていくね。 A-B、B-C、C-A だね。で、これは個人的な好みなんですけど、ABC を使ってて、こう A-B とか B-C があるときは、順番にね、A-B、B-C、C-A って、ちょっとぐるっと回るような順番で書いてあげると綺麗です。数学に関してはね。で、あとは、分子だね。で、分子に関しては、2つの分数の計算をやった時と同じで、ここに足りないものをかけてるんです。で、今色でちょっとね、言わせてもらうと、青と赤がある、つまり黒はないんだよね、ここ C-A がない。だから1に C-A をかけるので、これも暗算でいいね、 C-A です。1にかけただけだからね。で、次プラスです。プラスって覚えておいてね。プラス、赤と黒があるから青がない、つまり A-B がないんです。で、ちゃんと書くなら、プラス2、カッコ A-B になります。プラス2、A-B です。で、ちょっと今回、板書の関係でね、暗算してしまうんですが、プラス2を A-B に配って、プラス 2A-2B になります。2を配ってね。で、次もプラス3。そして、足りないのは赤のこれなので、プラス3を B とマイナス C に配ると、プラス、3B-3C となります。いいね。足りないものを書く、それだけです。書けてね、ちゃんとね、分子をね。で、あとは分母じゃなくて分子をまとめてあげると、これ下書いちゃうか、ちょっと分母もう一回書くから待っててね。 A-B、 これ展開しなくていいからね。B-C、C-A。で、上が、A からいこうか。これは A が残るね。で、B が、これもプラス B か。で、C は C とマイナス3したら、これマイナス 2C か。と、こうなる。で、一応分子に関しては計算し終わった後に、計算し終わった後に因数分解できないかなとか、くくり出しできないかなってチェックをするんだけど、何もできないね、これ。だから、これはこれで正解となります。
これはこれっておかしいね。いや、これで正解となると。まあ、3つになった時もね、こんな感じで解いてみてください。では次行きましょう。で、似てるね、上と似てるタイプの問題だから同じようにやっていこうというふうに思うんだけど、ちょっと上と違って厄介なのが、これカッコの中注目します。 x-y x-z y-z はチャーターターで6個あるんですよ。ちょっとサボりましたけど今で、6個あって大体が共通なものがあるんです。こういうふうに6個つなげるなんてきついからね。で、あるんだけど、これないんだよ。ありそうでない。x-y と y-x なんだよね。違うから、これは。なので、あれと。6個全部つなげるのみたいな感じになってるんだけど、実は6個つなげ、全部はつなげないです。で、ちょっと、せっせとね、最終的にはこういう計算をしておくんだけど、先にちょっと工夫をする。で、どうするかっていうと、結局は、ちょっと間開けようか。上は A と B と C を使ったんで A-B、B-C、C-A ってやったでしょ。で、今ね、カメラの、ビデオの画面見たらすげえ右下がりだった。ちょっと待ってね。テイク2でいけるかな。うん、下がってるね。まあ、これ許そうか、このぐらいはね。で、今回 XYZ なんで、同じように大体がね、X-Y、Y-Z、Z-X になるようになってる。で、それに揃えに行きます。で、どう揃えるかっていうと、結局ね、さっき言った x-y y-z z-x とこれに揃えてあげようと。で、どうするかっていうと、 x-y はこれでいいじゃんか。で、ここをね、 z-x にしたい。で、これどうするかっていうと、-1 をくくり出します。いい、-1 をくくり出す。そうするとどうなるかっていうと、こっからマイナス1を出すとね、中身の符号が両方変わってマイナスが出てきます。この工夫ができる。で、これね、ちょっとピンとこないかもしれないんだけど、マイナスをもう一回中に戻してあげて、そうすると順番ちょっと逆になってるけど、 x-z でちゃんと戻るから、中がだから z-x を作るためにマイナスを出すんです。で、マイナスここに書いておくとわけわかんなくなっちゃうから、こっちに書いてあげて、マイナスを。で、こう消しちゃえばいい。で、これも消しちゃえばいい。今これに変わったから。で、次も y-z はちゃんとなってるから OK。で、次が x-y にしたい。ね。なので、同じです。x-y にするためにマイナスが出る。で、ここに書くとおかしくなっちゃうので、でもわかりにくくなっちゃうからね。こっちにマイナスをつけてあげる。で、これは、変わったんで消しておきましょうと。で、次は z-x はまあいいでしょうと。で、ここが y-z になりたいとしてほしいので、同じようにこうしてマイナスが出ると。で、マイナスこっちにして書いておく。いいかな。で、ここ一応マイナスマイナスなんで、ここはまあプラスに変えてしまってもいいかなと思うけどね。で、消しておきましょうっていう最初に一工夫をすると、まあ上と同じように色ちょっと合わせようか。最初 x-y、 そしてこうか、 x-y がここにあると。で、ちょっとね、順番変わっちゃうけど、 z-x がここにあって、 z-x がそこにある。で、最後 y-z がここにあって、 y-z もそこにあると。同じように3色に分けれたでしょ。だから、あとは上と同じように計算します。でも、通分先に書いてるからね。で、上と同じように、まずこっから、ここには黒のパーツが足りない、つまり y-z ねが足りないので、それをマイナス1にかけます。だからマイナスを配らなきゃいけないので、マイナス y プラス z になります。マイナス1を黒に配ったからね。で、次、ここに関しては赤がない、これがね。で、マイナス1だから、マイナスをこれに配ると、マイナス z プラス x になります。で、最後、青です。青が足りないんで、これ x-y で、ここはプラスなんで、プラス1を x-y に配ると、プラス x-y となります。いいかな。で、あとはね、文章を計算して、こうね、文法を書くのが辛いですけど、
z-x 分の z 消えるね。で、x が 2x で、マイナス 2y と。よっしゃ、終わったみたいな感じがするんだけど、まだストップね。まだ終わってない。で、計算が終わったら分子、因数分解とかくくり出しができないからチェックする。で、今回、ちっちゃなことなんだけど、2がくくり出せるんです、これ。で、2をくくり出すと、ちょっと待ってね。よいしょ。で、2カッコ x マイナス y となります。で、終わりかと思うんだけど、実は x マイナス y が約分できるんです。上と下にあるから。なので、残ったのが、分母が y マイナス z、z マイナス x。これ入ってるかな？待って、ちょ、見えない。あ、ギリ入ってるね。で、分子に残ったのは2なので2。これで終了というふうになります。で、最初にもね、ちょろっと話をしましたけど、ここの揃え方に関しては自由です、確かに。で、この括弧の順番がね、違ったりとかしても丸になるとは思うんだけど、こうやって XYZ っていう3つのね文字が使われてて、まあ、X-Y、Y-Z、Z-X と揃えることができるんであれば、さっきみたいに X-Y、Y-Z、Z-X というこの順番でね揃えてあげると一番綺麗かと思いますので、ぜひこんな感じで解いてみてください。では今回は高校数学数2の分数式の計算丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、このタイトルこれで終了です。で、次何が始まるかっていうと、高等式をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。